はい、皆さんこんにちは。フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。さあ皆さん、早速ですがこの動画を通じて一緒に体を動かしませんか？体を動かすと体にも心にも脳にもいいんですよ。私たちの体の元気力、免疫力アップには腸の調子が大事って言われているんですけれども、この腸の調子と脳の調子もとっても関わりがあります。そしてこの腸の調子を乱すのは、例えば添加物の多いものを食べてたりとか、あとは抗生物質とかね、薬の、過剰な摂取とか、まあ、そういったいろんなことが原因なんですけれども、ね、でもね、変なものを取り込んでも人間の体っていうのは多少ね、排出する作用がちゃんとあるんですよね。でその排出力を高めていくっていうためにも、心のパワーっていうのがとっても大事なんですが、心をね、笑っているとナチュラルキラー細胞というのが活性化されるんですけれども、そのね、笑いというところで体を動かすと、ね、笑いたくなってくるような、心境になれるわけなんですね。心の元気にもつながっていきます。ということで一緒に体を動かしましょう。さあ、じゃあ短時間で動いていきたいと思うんですけども、ちょっと音楽をもうちょっと大きくかけていきます。はい、お待たせしました。短時間ですけれども、さあ手をブラブラブラーとしましょう。ブラ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 、はい、片足を前後ろ、前後ろ、前後ろ、ちょっと軽くジャンプです。はい、反対、前後ろ、前後ろ、前後ろ、はいはいはい、1、2、3、4、1、2、3、4、はい、ツイストしたいと思います。反対なし、前後ろ、前後ろ、前後ろ、ツイストです。繰り返します。はい、1、2、1、2、1、2、はい、ツイスト、はい、前と後ろ、前と後ろ、前と後ろ、はい、このままで1、2、3、4、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 背中の調子、肩こり、緩和、ウエストもくびれます。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、はい、ではですね、変えます。はい、脇腹を気持ちよく伸ばしましょう。ふぅ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 、はい、反対です。伸び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 、はい、足を前に持ち上げます。ふぅ、はいはい、はい、ちょっと応用で回生、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、はい、ではですね、はい、次、肩甲骨、背骨をよくしていきましょう。はい、1、2、1、2、1、2、肩回し、1、2、1、2、はい、横です。はい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 、ブル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 、ほっほっ、ブル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 、ほっほっ、ブル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 、はい、後ろに行きます。はい、背中と肩をぐにゃぐにゃして、ストーンストーン、ぐにゃぐにゃストーン、はい、回しやすい方に回しましょう。はい、ブル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 、はっ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 、はい、胸をぐっと押し出して、あー、ここを伸ばしたいと思います。骨盤を前に伸ばし出しましょう。はい、そして足を後ろ、はい、ちょっと上体を起こしてぐにゃぐにゃぐにゃ、グー、反対の足に変えましょう。ちょっと上体を起こしてぐにゃぐにゃぐにゃ、グー、はい、そして両足、よいしょ、一瞬ですよ。はいはい、反対に変えましょう。はい、では足を前にポーン。さあ、回します。ほっ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 、はということで、皆さんとっても短時間ですけれども、短時間ですが全身バランスよく動かしました。で、運動することによって体にも心にも脳にもいい影響がありますが、皆さんぜひね、この動画を通じて一緒に動きましょう。何かきっかけがないとなかなか体ね、動かさないという方が多いと思いますので、ぜひこれでつながっていきましょう。はい、ということで皆さん、今日も最後までありがとうございました。よかったらグッドいいねボタン、チャンネル登録もお願いします。痩せるワークでした。ではまたね。大谷でした。